岸田文雄首相は2日に放送された文化放送番組で、自民党派閥の政治資金問題を念頭に、まず今年は信頼回復から取り組まなければならないと述べ、党に新設する新たな枠組みで議論を進める考えを示した首相は30年にわたるデフレの悪循環から完全脱却し、成長と分配の好循環を実現するとも強調。 昨年を上回る賃上げに向け、手応えは感じている、と語った。衆院解散、総選挙や党総裁選に関しては、まずは信頼回復と政策の成果を示すことに全力を挙げる。今はそれを飛び越えて政治日程を語ることはしてはならない、と述べるにとどめた。番組は先月28日に収録された。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです多くの国民の思いを無視して岸田さんは勝手に粘っている首相と党総裁の肩書きを背負うのであればリーダーシップと実行力が厳しく問われるのは当然だ今は誰が首相でも極めて困難な状況だとは思うがやはり存在感も熱量も感じられない 政治の信頼回復をやたらと強調するが、裏金疑惑の再発防止に向け腹をくくり、やり遂げる覚悟が全く伝わってこない。首相は国会議員なら誰でもできる、そう思う人が増える前に岸田さんは退陣すべきだと強く思う。岸田が派閥裏金問題、まず信頼回復、という。岸田がすぐにやるべきことはこれに関与した議員を明らかにし、公表すべきである。 それは金額の代償でなく議員としての資格や権利のない議員の選別を岸田任せでなく有権者の判断に期する必要がある。議員任せや政権任せではしっぽ切りで終わり再発を招く。政治の合間ではなく第三者委員会を設けて対策すべきである。 そもそも国民の信頼は国民が納得できる政策が実行され、成果として国民に還元されて初めて得られるものだ。国民から信頼されるための政策なんてあろうはずがない。岸田氏本人の発言を考えても、原稿の読み上げだけで熱意を感じられない今まで岸田政権がやってきたことで国民にとって成果が還元されたものはあったのだろうか。 マイナンバーカードの健康保険証との紐付け、物価高対策、子育て少子化対策等、何を取り上げても増税が隠れており、その成果は未知数であることから、何を取り上げても国民のためになっていないように見えるすべて身近な企業の業績を上げるための政策であって、自民党や岸田氏本人に対する献金を目的にした政策のように見えてしまう。 今回のパーケンに関する問題は、派閥の存在が主たる原因のように考えられるが、自民党内部の権力闘争がその背景にあるように感じる。派閥をすべて解散させ、総選挙に臨んだらいかがかまず今年は信頼回復から取り組まなければならない。 などと言っているけど去年の年末総理秘書官をクビになった息子と奥さんと一緒で高級すき焼きを食べて忘年会をやっていた人を信頼することができるのでしょうか本当に信頼回復を目指したいのであれば今回の裏金問題に関わった議員を金額の代償関係なく全員実名で公表するべきですそれが信頼回復に向けての第一歩だと思いますけどね まず信頼回復もできない状況だと思います。派閥裏金問題に対して、いまだにパーティー禁止ではなく自粛であり、裏金問題元凶といえる資金集めパーティーを認めている時点でまだやる気姿勢であり、その不信感ある中、信頼回復もないと個人的思います。今の政政権に信頼回復できる政策もなく、 政府の不信感や不満はもう岸田首相だけではどうにもできないと思います今、辞任しても政府の信頼回復もなく今の岸田首相の成果と比べた程度であり信頼回復もしないと思います今の政治家に対する不信感がある以上誰が首相になっても同じ評価でありそもそも信頼回復するための政策とか間違っている話であり 政策で信頼回復は後からついてくるものであり国民が求める政策と成果だと思いますがその結果も残せていない人の声など誰にも届かないと思いますその積み重ねが修復不可能にした国民の負担が増している中自身は毎日豪華なディナー会食をしていては国民の信頼なんて得られるわけない もはや、信頼回復という言葉は聞き飽きたしかし、未曾有の大災害が起きた今、政治空白を作るべきではない、人命救助最優先で取り組んでもらいたいいつもそうだけど、やることに対してのどうやるのかの説明がないままにいつの間にか通り過ぎるんだよね、国会議員の発言は信頼回復するために岸田首相がどう行動しようとしているのか。 国会議員もどうするつもりなのか全くわからない。ってことは変わらないということ全て裏金に関わった国会議員は逮捕して辞職そして残った国会議員でどう今後運営していくのか考えましょう信頼回復も何も最初から国民の信頼を得ているとは思えないし国のリーダーとしての資質に長けているとも思えない。 要は信頼回復という名の政権維持なんだと思うし国民に強いることばかりを考え上級国民である政治家さんは裏金で私腹を肥やしいわば脱税に当たるのに立件されないなんてあまりにもおかしいそもそも疑惑議員の皆さんは説明責任を果たす気があるのかさえも危うい国民が働いて納めている税金だということを理解しているのだろうか 税金を納めている国民が、物価高に苦しんでいるということを理解した上で今回のような行動をとっていたとしたら、何も言葉が出ない。政治家の懐を温かくするために国民は税金を納めているわけではないことを理解していただきたい。信頼回復、とか、新たな枠組み、とか、簡単に言葉でごまかさないでほしい。 国民から見れば政治資金パーティーは金権政治の源に見えるし裏金は自分たちの特権を守るための道具にしか見えない政治の世界が金でしか動いていないと思わせるのが今回の裏金問題問題を政治資金規正法違反や脱税の問題にとどめず政治と金の関係を見直すべき政治活動・お政党交付金の範囲内に限定 金がなくても立候補可能な仕組みにして、金と政治を切り離すべきです。おのずと世襲も淘汰されるはず。格差社会になってお金のない人間の方が多いのに、政治が一部の特権階級中心のものになっているから、国民の声が届かないのは当たり前です。金と政治を切り離し、国民の声が政治に反映される仕組みにして初めて信頼が回復されると考えます。 信頼回復というのなら、裏金を作っていた連中を投石剥奪処分にでもすればいいのに、結局、不正を働いていたのは会計責任者という暴力団と同じ手口を使って、議員本人は責任に問われない昭和から続くメソッドで逃げ切りを許しているこんな安倍派の顔色をうかがうような人物のもとで、抜本的な改革や信頼回復ができるとは思えない。